はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジュです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、安土城を建てたということで、この琵琶湖の沿岸に居城安土城が、できたというところまでお届けをしてきたと思います。で、今回はその続きになるんですが、ですね、今で言うとですね、同盟関係を見ておくと、まずは武田、言うことが56で同盟関係があると。で、あとはですね、家康ですね、ここも同盟があります。家康のところに関して言うと、特に、外交の使節団を送らなくてもいいかなとは思っているんですが、そこが一つと、あとは浅井ですね、浅井とも同盟を結んでいます。で、あとは北畠とも同盟中、契約なんですが一応同盟を結んでいる状態で、筒井家とも同盟を結んではいるんですが、有効度が14ということで、もうおそらく同盟を一方的に破棄してくるかなというふうに思っています。あとついにですね、中国方面、四国方面では三好を滅ぼしましたので、毛利と国境を接するという状態になっています。で、さらに山名、あとは大きい大国周りで言うと、この旗の家あたりも国境を接している状態になりますので、このあたりにはね、積極的に外交の使節団を送っていきたいと思っています。では早速なんですが、外交のね、使節団を送っておきましょう。とにもかくにも同時に戦闘できる数っていうのはね、多くても2家、できれば1家だけにしたいので、そこはね、しっかり組み込んでいきましょう。で、足利ともちょっとね、同盟を維持しておきたいので、足利にも送り、あとは毛利にも送っておきましょう。で、いつもの北畠の御布施参りにもちゃんと行きます。いや、お金の管理がちょっとまた難しくなってきましたね、ここに来て。で、もう一つが、本当にお金がなくて困ってるんですが、武田とも今開戦するわけにはいきませんので、武田に対しても同じくちゃんと入れておきましょう、親善の大使をね。朝倉と上杉が改善か。朝倉と上杉が改善してくれる分には全く問題がないというか、むしろありがたみしかないな。で、半兵衛が信玄に、ここもきっちり入れましょう。で、多分そうこうしてるうちに、部隊が一部動いてくるかなと思いますんで、そしたらですね、味方はというと、今後の筒井征伐に向けて軍をある程度集結させちゃいましょう。まずは一つは根頃寺に4000を派遣で、さらに4000を動かしていきたいので、前田玄意か夏か正家かと言われると、
どっちもカスだけどな。どっちもカスなんで、半兵衛が戻るのをちょっと待ちましょう。半兵衛がそんなに時間かからずに戻ってくると思うので、半兵衛が戻ってくるのを待って、一応ですね、筒井家はもう滅ぼすために軍勢をまとめて送っていきたいので、これに火事サイズをつけて4000の部隊で、同時にね進行していきたいので、牧島に入れます。お金援助か、お金ないんだけどな、まあ、鈴木に独立されても困るんで資金援助はしておきましょう。まあ、いつ開戦してもおかしくない状況にはなってますからね。で、またまた毎回毎回少し面倒ではあるんですが、まあ、きっちり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 やっておきましょう。今神前を送るのは山名、北畑、それに武田ですかね。続いはもういいので、今言ったところには神前の施設団を送っておきましょう。ちなみに筒井家は総兵力6000か。ってことは6人の武将が入ってるんだな。それが筒井城に入ってますね。よし、ここで筒井との同盟が切れましたので筒井攻めを行っていきましょう。おそらくですね、筒井がすぐにでも攻めてくると思うので、まあ、それを撃破するところからですね。よし、筒井が攻めてくるので、これを逃さず撃退しましょう。来たな。これがどこに向かう部隊かですよね。鷹取城へ進軍中か。ってことはただ単に部隊を移動させただけだな。ここは各城に部隊を入れてますね。そうすると兵が分散したといえば分散したので、さらに準慶も移動したか。ってことは今は大和郡山に部隊が入りましたので、味方部隊としてはそうだな、3000の部隊で高野山へ出陣しましょう。で、信盛の軍勢を
まあ線ではあるんですが、今はこの線すらも重要な線なので、この線を根殺しに入れておきます。で、敵の主力が集まってるので、ここは一旦牢城にします。で、牢城にしたこの隙に信長の本軍を一気に送り込みましょう。で、秀長だけは残しておいて、8000の軍勢で4000の牧島城の救援に向かいます。信盛軍団との決戦になるのか。どうしようかな。ここは開戦するのか。3000、ちょっと予定と違うな。退却させましょう。で、こっちが何したいかというと、これなんですよ。これ1万で3000の軍を叩き潰すっていうことをやりたいので、ここです。もう主力部隊を送り込みましょう。これでいいかな。まずはここで敵の3000の部隊なんですけど、もう3人とも捕らえるぐらいのねつもりでいきましょう。で、そのためには角翼の陣を引いておいて、敵を確実に仕留めるっていうことが重要になるので、まず両翼はもちろん騎馬隊で固めます。あとは侍隊も両翼を固めておいて、一気にね、敵の背後に回り込めるような体勢にしておきましょう。敵は足軽隊と侍隊だけですね。戦闘が始まった。そしたら勝家の騎馬隊をまずは一気に突入させましょう。で、刑事の騎馬隊もご覧のように突入させて、で、侍隊は背後に回り込ませます。これで一気に型をつけましょう。で、もうとにかく背後に回り込ませて一気に蹴りをつけます。で、光秀と信長に関しては三段打ちでさらに敵を追い散らしていきましょう。どうだ。この辺で敵と戦闘中になってるけど、ここも撃破できれば
勝利は確実のものになりますね。よし、山岡隊は首を取りましたね。これで敵3000を完全に撃破しましたんで、さらに敵軍団と遭遇か。よし、さらにこの1000も撃破しましょう。もう完全にその敵の息の根を止めることが重要ですからね。ここは刑事は出したい、そういう意味では騎馬隊になっている勝家と刑事の機動力はかなり重要になりますからね。さあ、ここにいる残りの部隊を撃破しに向かいます。ここはもう追撃戦に入りましょう。残り100もこれも打ち取ってしまうのが一番いいと思うんで、これでも筒井の軍勢自体は直近では壊滅してるとは思うんですけどね。まあ、ただすぐに徴兵を多分かけてくると思うんで、まあ、これの繰り返しをひたすらやります。そしたら森政とかどこに、ああ信盛はここまで引いたんだな。じゃあ信盛の軍勢は一旦根殺しに入れましょう。で信長の本軍に関しては一旦牧島に引き、あん、信貴山に引きましょうか。高野山はこのまま順調に落としていってもらって、まあ、なんといってもね、敵を徐々に削っていくしかないですからね。兵士援助か、まあ兵士援助する余裕はないんだけど、今武田とことを構えるわけにはいかないですからね。ひたすら減り下りましょう。で鈴木の軍勢が一応援軍で来てくれてるんだな。4000で、ここは
久光が大和郡山に向かっている。いや違うな、こっちだぞみたいのは。これが根五郎寺営業軍中か。じゃあ根五郎寺にこちらもすかさず部隊を送りましょう。で、根五郎寺でまた筒井の軍勢とぶつかりましょうか。ここは一旦牢城に入って信長の本軍が来るのをちょっとこらえてもらいましょう。で、敵を一気に壊滅させるっていうのがね、一番いいですよね。よし、敵は完全にここで壊滅させましょう。壊滅。はい、これが今回の陣形ですね。両翼は騎馬隊、両翼は騎馬隊になっています。勝家と刑事ですね。で、中央には光秀と信長の鉄砲隊を配して、その両脇は足軽で固めているという陣形になっています。で、これを見ると今だとそうだな、左近が寄ってくる気配があるので、まずは左近の前には五六を配置して耐えましょう。ここで左近の騎馬突撃が来るので、ここで五六の槍ブスまでしのぎましょう。で、刑事の騎馬突撃で息の根を止める。あとはこれで捕らえられた武将がいるかどうかだな。捕らえたらもう斬首していきましょうか。誰も捕らえられなかったが残念。まあただ基本的な戦略はこれの繰り返しになりますね。で、忘れないうちにいつもの神前を
ておきましょう。武田に関してはさっき、兵を出してあげているので、まあ、一旦お金がないんで先に山名に送っておきます。で、あとはここで失った兵の徴兵ですね。五六がやっぱり左近の騎馬突撃を受けてますからね。このまま根ごろじは包囲を続けて、根ごろじゃないですね、高野山ですね。坂本城はどこがどうなってんだ。浅井と足利が戦闘中なんだな。まあ、ここは静観しましょう。よし、朝倉から金が入ってきた。この1万円は大きいな。そしたらこの1万を使って親善の大使を送りましょう。山名とはね、ほっとくとどんどん下がってきますね。こうやって見てると、ただ今山名と海戦するのだけは避けたいので、もうひたすらへり下りましょう。で、武田は119になってるな。じゃあ武田に送る必要はないね。その代わり山名に厚めに送っておきましょう。次のターン含めてね。そしたらまた懲りずに筒井の軍勢が根ごろじへ向かっているようなので、根ごろじの救援に向かいます。シギザンが包囲だと、シギザンが、くそー、シギザンに敵の軍勢か。そうすると一時的に森永吉の軍勢3000をシギザンに向かわせるしかないね。じゃあ先に市議山ですね。市議山の方は確実に敵を撃退していきましょう。この線をね、確実に仕留めることが重要ですからね。
ここで何としてもね、敵を完全に粉砕しておきましょう。ここで本陣が思ったより苦戦してるな。まず本陣を引かせましょう。まずは本陣を引かせる。ここで本陣が総崩れになるのは避けたい。なんとか本陣の救援が間に合ったか。危なかったですね。できればね、もう捕虜にしたいぐらいなんですけどね。で、ここだ。ここで敵1万2000を完全に粉砕しきりましょう。ちょっと長くなってきてるんですが、ここまでプレイをさせてください。まあ、いつもの陣形ですね。いつもの陣形を組んでいきます。で、左近の前にはまたコロクか。これ左近の騎馬突撃が来るので、いつもの槍ブスまで防ぎましょうというところですね。で、味方はというと騎馬突撃を仕掛けていきましょう。んで、刑事も十字砲火的に騎馬突撃を入れていきます。よし、三つの首を取ったね。山岡も撃ち取った。完勝ですね。完勝。対筒井戦線良好ですね。まあ城が大きいんで城は落とせていないものの、かなり
優勢に。戦い自体は進められているかなというところになりますね。はい、では主義山に一旦引いてですね、ちょっとこの続きは次回お届けをしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。